メアリの会で3月26日土曜日の5時半から、流音家のミニライブをやります。ミニライブっていうのはね、10分間。まあ、最初と最後ちょっとまあ、挨拶とか決まり事とかありますから、多少伸びるかもしれないんですけども、実質授業としては10分なんです。10分でライブっていうのはね、臨時の受講生を募集して本当の授業をやってもらうわけなんですね。で、もう4人集まってます。その4人の方が本当にその10分間で流音化を理解し、そして定着し、そしてきちっと発音できるか。流音化はね、ルールはそんなに難しくないんですけど、発音の指導がね、ちょっと難しいかもしれない。ね、それを実際にどういうふうに福井講師が指導していくのか。これはね、まあ見物ですよ。一つは受講生として、私も流音化がちょっと曖昧だから聞いてみたいっていう人も来てください。そして講師として、10分間で流音化をどういうふうに指導するのか。そういうね、小さなテーマできちんと教えることができないと、その10分間の積み重ねで60分、あるいは90分の授業になるわけで、10分もきちっとできないのに、90分の授業ができるはずがないんですね。授業の訓練の仕方の一つとして、ミニライブっていうのをこれからメアリの会の定番にしたいと思ってます。もう一つ、音声添削についてもやります。